皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学1年生の数学、1日5問問題練習の4日目です。今回も小学校の算数の復習をしていきます。四角1、次の計算をしましょう。括弧1、864÷36。この割り算ね、3桁割る2桁の数、筆算でやってみますね。864÷36と、8の中に36はないので8の上に数字は立ちません。86の中に36は2つくらいありそうなので6の上に2を立てます。6×2÷12、3×2÷6で72になりますね。ここで引き算をしましたね。6×2÷4、8×7÷1、引き算をすると14、引き算をしたら下の位の数を下ろす。ここの4が降りてきて144ですね。144÷36、およそ4つ立ちそうなので4をここに立てます。で、6×4÷24、3×4÷12で144、ちょうど割り切れました。答えは24ということですね。864÷36、答えは24になりました。括弧2番、括弧4+16、括弧閉じてかける3ですね。この括弧のある計算というのは括弧の中を先に計算するという規則でしたから、4+16を先に計算して、4+16は20ですから、20×3、答えは60と、こうなるわけです。括弧3番、1/2÷5/2、これ分母が異なっている、分母の数が違っている分数の引き算、この場合は通分して分母を揃えて計算しましたね。2/1と5/2の2と5、この最小公倍数は10ですから分母を10に揃えます。1/2は10分のと考えた時、2を5倍して 2×5 で10にしましたから、分子の1にも5をかけて因果が5、1/2は10分の5になります。そして5/2ですね。5/2、これを10/2に直すと、5に2をかけて5に10にしましたから、分子の2にも2をかけて2×2÷4、5/2は10/4になります。ですから10/5÷10/4、分母が揃ったので分母はそのままで、分子の 5×4 を計算します。そうすると1ですから、答えは10/1と、こう出てくるわけです。次です。括弧4番、 57.6÷3.2 ですね。小数同士の割り算です。これも筆算でやってみます。57.6÷3.2 ですね。この時 3.2 のこの小数点を1つ後ろに動かして整数にします。同じように中の 57.6 の小数点も1つ動かします。計算するのは576÷32で計算しましたね。57の中に32が1つありそうですね。ですから7の上に1を立てます。32です。引き算をします。7×2÷5、5×3÷2、25ですね。引き算をしたら1つ下の位の数6を下ろします。256÷32を考えた場合、およそ3×24なので、6の上に8を立ててみましょう。と、2×8÷16、3×24÷25、ちょうど割り切れました、ね、ですから 57.6÷3.2、 この答えは18、このように求めることができますね。四角の2番です。
下の直方体の体積を求めましょう。この直方体の体積というのは縦かける横かける高さ、この計算で求めました。図を見ると縦が5センチ、横が4センチ、高さが6センチと分かるので、5かける4かける6を計算します。5×4=20×6 で120ですね。ですからこの直方体の体積120立方センチメートルと、このように出てくるわけです。今回は小学校の復習5問解いてみました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考にいろいろな問題に挑戦してみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。